What's up, guys? 今日はね、前回の約束通り、空を飛んで内蔵武器発射するタイプで揃えてみた。で、これね、ここ青チンにするか、青チン2つでいいか迷ったんだけど、あ、これ、武器ついてんじゃん。青チンね、レベル1なんだよね。あんましなんかレベル上げたくないから、まあこれでいいかな、みたいな。実際問題、これ、攻撃、ん？あれ？あ、いいのか。防御で、空を飛んで、内蔵武器ってパターンのキャラは結構多いんだよ。でも攻撃に使えるやつって、正直言って、このね、ホークと、青潤しかいないんだよね。まあ、一応、ナイチンゲールも使えることは使えるけど、まあ、微妙だな、みたいな。で、タイタンはこれ。これね、俺使ったことないの、実は。もうこのね、ガンダムっぽさが嫌すぎて全然使う気にならなくてさ。なんだろうな、このゲームってさ、このコミカルさがいいわけで、なんか人間っぽいとさ、形が人間っぽいと全然コミカルじゃないの、なんか遠くで見てて、俺フリーフォールなんかよくやってるけどさ、あれも見てるだけで楽しいからやってんだよね。まあ、そんなわけで。じゃあ早速やっていこうかという。これで、ね、ビーコンがいいのか、チームデスマッチがいいのか。まあとりあえず、チームデスマッチで様子を見るか。あ、ちょっと待てよ。なんか言おうとしたことあったけど。なんだっけな、忘れちゃった。あ、そうそう。ナーフ情報だ。ナーフ情報でさ、前回のシャッターだっけな。シャッターかなんかの時にも思った。シャッターとかブリサントの時にも思ったんだけど、この、威力変えるとかリロードタイムが伸びるっていうのはまだナーフとして許されるけどさ、射程が変わるってちょっとなくね。あれ？ブリサント600のまんまだな。これどれだっけな。なんかね、射程短くなったのあったんだよ。シャッターだっけな。で、今度このサブデュアが500位なんでしょ、射程が。いや、さすがにそれは勘弁してくれって思うんだよね、俺。だってこの内蔵武器の射程とかに合わせてさ、セットアップ組んでるわけじゃん。俺で言ったらこのサイレンあるじゃん。サイレンって確か内蔵武器が600なんだよ。射程が。それに合わせてサブディアをセッティングしてたの。でも、これか、サイレン。サイレンのこの、これは500じゃないんだよ。射程600なんだよ。さすがに射程変えるのはやめてくれって思うんだよね、俺は。これさ、集団で訴訟とかしたら勝てんじゃないの、普通に。まあいいや、まあやっていこう。いや、サブディアいきなりこのタイミングでナーフか。いやー、射程、しかも射程な。確かね、シャッター、ブリサントあたりもなんか射程変わってた記憶あんだよな、俺。トリックスターとかそういうやつだっけ？覚えてないやん。あ、多分そうだな。トリックスターと、ダンパーだっけ？なんかその辺。その辺も600から500になったんだよね。よし、行くぞ。まずは、これ難しい。こっちだな。近づける感じで。とりあえずまずファフニッチャンのションベンを浴びせる感じでいこう。これを相手に、今ハリケーンがいないぞ。素晴らしい。この時間帯中国とかって全然夜だからさ、いるはずなんだけどね。てかあいつら24時間で活動してるか。味方は？俺の前ゼロ。見捨てられた。俺は捨て子だったの。捨て子の意地や。あ、やべやべ。来てる。来てるよ、これ。ちょっと待って、これ。ここでファフニッチャの正面を浴びせつつ、お、味方が来てくれた。いいね。これだよ。あ、ちょっと待って、待って。向こうも、二人で来てんな。あ、ちょっとそこいるとやばいよ。隠れろ。隠れるんだ。あ、これ上からファフニッチャンのションベンでいける。いけた。ションベン。あ、当たんね。ダゴンじゃねえか、あれ。ファフニッチャンのションベンが。ションベン浴びろ、お前。この野郎。舐めんなよ。こっち。これで浴びせるだけ浴びせる。これ無限に出んの、これ。ションベン無限に出る感じ？ションベン無限に出てるな、これ。すごいションベンだ。舐めんなよ。この、ここのステージの名前なんつったっけ？パワープラントか。
パワープラントのションベン小僧と呼ばれたこのハフニールを舐めんな。下のなんか音響のを使ってるやついい味出してんね。これ何機体？エルバスか。これ卑怯だけどなかなかいいこれ。すげえ卑怯。あ、ちょっとこれシールドついてる？いやいや、当たってる当たってる。すごいすごい。すごいすごい。いけるいける。おっしゃ、いけた。すごいすごい。これ、ダブルキルいこう。ダブル。ダブル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 。これね、飛び込みすぎると、やられんのよ。これ某なんだっけ、フランベチャンネルで俺コメントもしてるけど、なんかね、突っ込んでっちゃう人多いんだよね。で、突っ込み癖がある人は全員チームデスマッチやった方がいいよ。チームデスマッチはね、基本的にこう2対1とかの状況を作れば勝てるから、で、こう、絶対に相手が多い状況を作らないこと。そうすると、普通にどんどんキル取れるから、こんな内蔵武器だけど、ほら、内蔵武器だけだよ。しかも、じゃない？これ、味方のエルバスなんだこいつみたいな顔で見てたな、お前。あ、やべやべ。痛い。向こうやり返されてる。ションベンやり返されてる。ションベンをやり返されている。エルバス君待って。その呆れた感じでさ、やめようよ。差別は良くない。呆れた感じで行くのやめてくれる？なんかそう、こいつダメだみたいな感じで。ションベンタイム来たぞ。お前かさっき俺にションベン浴びせてくれたのはこの野郎。ションベン合戦だ。この野郎。ションベンなら負けないぞ。しかもこっちにはエルバス君もいるんだぞ。さらに俺はシールド付きだ。ションベンでほらトリプル来た。ションベントリプル、よっしゃ。あそこにおちょこちがいるな。でね、チーデスはこれね、あーちょっとエルバス君、それ行き過ぎ。この相手の、このリスポーンポイントあるでしょ？ここまで行っちゃうともう行き過ぎでやられちゃうのよ。ほら、来た。で、これ、こういう一般のさ、ロボットが、まあ通常機体が出てくるんだったらまだいいけど、これさ、タイタンでさ、特に、キッドとか、アーサーとか、範囲攻撃するやつが出てきたら絶対負けるから、絶対死ぬから。で、ね、行っちゃうんだよね、なんかみんな。おっと、ランページ来たぞ、ランページジャクソン。ランページジャクソンみんな知ってるかな？ランページ・ジャクソンとバンダレーシューバーってどっち勝ったっけ？覚えてないわ。ランページ・ジャクソンってあれか。でも俺より体重ないんだよな、あれ。確か83とかじゃないっけ、あれ。あれなんか、いつの間にか味方が、全然。お、正面ゾーン入った。ゾーン入ったぞ。ゾーン入り。正面ゾーン入り。なめんな、お前。よっしゃ、アシストか、これ。え、すげえ強くねえ、ファフニール。あ、ちょっと一回下がろう。一回下がって、シールドションベン。これ略してシーション。シーションの、あ、ちょっと待って。クールタイムが長い。13秒、残り12秒。ここでしのぎきればシーションの時間がやってくる。そして、シーションで狙うのはこのおちょこちっぽい動きをしているこいつ。これおちょこちだろ？これはいけるぞ。これキルパクのチャンス。キルパク来た。キル、あ俺がキルパクされてる。シーションの季節来たよ、シーションの季節。シーションだよ、これ。何気に強いな、これ、本当に。これ、キルいけんじゃない？お、いけた。なめんな、お前。レベル10だぞ、こっちは。なんか、やばい。さっき俺が言ってたさ、行き過ぎるなって、これ、こういうことだよ。今、身をもって教えようとしてるから、みんなに。わかる？タイタンに確かこの正面聞くんじゃなかったっけ、すごい。聞いてる。すごい聞いてる。で、敵もまさかこんな上から正面当てられてるとは思ってないから。めちゃくちゃ入るわ、これ。もう、さっき、いいの、動画的に。なんかもう、ファフニッチャーの正面だけでなんか5分以上埋まっちゃいそうなんだけど。ファフニッチャーの正面。ファフニッチャーの正面が、あ、これ、回復できるじゃん。ファフニッチャーの正面だけで、すごい、これ。もう、動画のタイトル、ファフニッチャーのションベンにしようかな。強い。タイタンスレイヤーまで来た。めちゃくちゃうざいだろうな、相手これ。ファフニッチャーのションベンだよ。お前にターゲット変更だ、この野郎。あ！エルバス君？これそういうの良くないと思うよ。ターゲット変更。よし、飛ばせ。いいぞ、ちょこち飛ばせ。飛ばしたら俺の正面が当たる。これ、いや、これ強いな、普通に。あ、来た。こう、身をもってね、今ね。こう、みんなにね、教えようとしてるところなんだよ、俺は。ほら。よし、ここはフォークだ。みんな大好き、変形。
俺ホークどうしても好きになれないんだよね。このなんかこの変形とかさ、もうガンダムじゃん。ギャグ要素がないんだよね。でもこのクリムゾンホークは、なんでクリムゾンなのかよくわかんないけど、クレムリンかな、なんかこのカニっぽくてちょっとギャグっぽいから、よし、なんか飛ばされてきたこいつなんか飛ばされてきた残り一人じゃん。あ、しまって、これタイタンっぽい。確かこのビームってさ、タイタンにめっちゃ効くよね。よし行くぞ。そろそろ射程か、そろそろ射程か。おし、よしよしよし、もうちょい近づいてからの、よし来た、行くぞ、行け。このタイタン滅殺ビーム当たってる、当たってるけど、当たってるけど、ちょっと待って、終わっちゃった、終わっちゃった終わっちゃった。違うんだ、違う、俺は違う、わかるか、俺は今武器を持っていない、わかるか。これが非暴力不服従というガンジーから学んだ精神、わかるかな、わかってくれたかな。ま、俺はガンジーと違って中に武器を隠し持ってるんだけどねっていうところで敵は死んだ。ん？これはすごい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 減る。あべ、違うんだ。あれ？あれ？どうしちゃったの君？おー。おお、なんか切ない死に方したね君。切なかったね、なんか今。秋を感じさせる死に方だったね。いや、これファフニッちゃんがちょっと強すぎるな。レベル10だよ、言っとくけど。ファフニッちゃん強すぎたわ。もう一回チーデス行くか。このね、みんなの魅力余すとこなく伝えたい。これがチーデスよ。ちょうど BGM もいい感じの佳境に入ってきて、このミュージシャンは確かイギリス人だったかな。ブラジルでめっちゃ受けてんだよねこれ、トリスさん。まあいいや。どうしよっかな。遮蔽物があるからここで、このとりあえずナイチンゲール初手で、なんかあれでしょ、ガフかかるんでしょ、ナイチンゲール、ナイチンゲール先生。あべあべ、射線通ってる。ん？これなんで俺クアンタムセンサーなんか積んでんだ？ああ、回復期待。お、この、ああ、重い。このナターシャいいね。これ続いていこう。ナターシャくん引っかかってるよ。ナターシャに続け。この頼りがいのある背中。すごい安定感。ナターシャ安定感あるよな。おっと、敵にもナイチンゲールがいる。こいつ、5の線みたいな。ナイチンゲールの出し合い。お、強え、このアターシャ。めっちゃ強え。俺の出番がないかもしれないぐらい強い。よし、当てていこう。当てていこう。あ、当たんない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 。やばいやばい。結構すごいな、これ。ナイチンゲールのこれ馬鹿にできないな、これ。あー、落ちちゃった。ナターシャどこ？よし。ナターシャ、ナターシャついていくぞ。ナタッチャン。これの、クールタイムが12秒。あ、死んだ。ナターシャ死んだ。このクールタイムが、12秒ぐらいに短縮されるの強すぎでしょ。今でもさ、なんかすげえめちゃくちゃ上がりまくるからうざったいのにさ、おっと、なんか攻撃してこないよ、この人。なんで？ひょっとして俺の、あれ？武器ないのバレた？だが、俺は中に武器を持っている。ここが俺とガンジーの違いだ。わかるかな？ガンジーってあれだよね。確かカースト制度は絶対残せみたいな人だったよね。おっとっとっと、下がってしまったぞ。ここでウェイランド君。ウェイランド君と、お互いに回復し合って、こうやって。よしよし。ヘイ。ヘイブロ。ヘイブロ。惜しいね。こういうチームワークよ。これがウォールボンの醍醐味よ。前に俺チームラジオつければいいって話したけど、多分、上から撃たれてる。上から同じナイチンゲール撃たれている。すげえシュール。仕草でそれを表現するようにした方がいいかもしれないね。このロボットがなんか喋るのなんか気持ち悪いからさ。これも。これだけで殺せんじゃない？これだけで殺すのを目指したいが、動画の尺的にどうなんだっていう。しかも敵の方が勝ってるじゃねえか、これ。俺にはどうしようもない。あっと。容赦なく撃ってくる感じか。とりあえず意味もなくガンタムセンサー、意味もなく。これ、いや、これだ、これナイチンゲールだけで倒せるぞこいつ多分。
舐めんな。お前舐めんな。ナイチンゲール舐めてんだろ、お前。いや、向かってきたらそれ当たるよ。あれ？あれ？今いけた？お、これナイチンゲールをナイチンゲールで倒すチャンス。これナイチンゲールコラボレーション。分かってくれたか？敵ながら。お、キールいったよ。これね、俺がね、あ、やばいやばい。ちょっと待って。今、先輩俺になってない？これ完全に。こっちで、ハフニッチャンじゃなくて、この青順でね。よし、行くぞ。これさ、強い強い強い。青順強い。めっちゃ強い、これ。あれ？あれ？お、出た出た。いや、これめっちゃ強いな。しかもこれさ、ステルスになるってちょっと卑怯じゃない？こんな強いんだったらステルスいらないよ。あ、ちょっと、先般俺だよ、これ。先般俺だ、これ。ちょ、申し訳ないが。まずこいつをやる。まずこの、あ、これ。アングラーか、お前。アングラーか。じゃあ、とりあえずあっちの。あ、そこでシールド使う。あ、思ったより短い。それにしてもこのアルティメットって色が気持ち悪いな。個人的にめっちゃ嫌いな色だよ、これ。あの、昔のヤンキー車みたいなね。ファフニッチャンこれ、いや、その前にさっき本領発揮できなかったホークで。おっしゃ、お前。お前、それ、何当ててんだ、お前。おっとっと。じゃあ逃げよっと。ホークのビームのエイムも結構シビアだね。お、なんかすごいすごい。めっちゃ食らった。ここで、エーテル。これエーテルって読むんだよね。これ初めて使うんだよ。どうやってやんだ、これ。これ回復？左は。全然わかんない、これ。あ、おっそ、おっそ。リスポンする場所間違えた。あ、こいつ、いいとこいるね。当たんじゃないこれ。なんかビームみたいに出すよね。おー、すごいすごいすごい。すごい、初めて、このキャラ使うの。なんか今、この左のこのボタン何マジで。これ相手ルチャドールじゃないの？ちょっと安直に飛び込みすぎたわ、ちょっと。これ何？あ、これ、あれか。鎧じゃないんだ、これ。背中向けたらガードされるってわけじゃないんだ。これ、お前、この野郎。この、こいつともハフニッチャンのションベンだよ、お前。ションベン地獄を味わってたよ、この野郎。舐めんなよ、お前。ハフニッチャンはね、このションベンを出すために毎日水をね、毎日水を20リットルは飲んでるんだよ、これ。ロボットだけど。すごいすごい。めっちゃ食らう。あ、ここで降りてもダメだ。絶望的。ちょっと待って待って待って。こいつ倒したいな。こいつなんかこいつちょっとうぜえ。お前、調子乗ってんじゃねえぞ、この野郎。お前、そろそろナーフされる意味って分かってるか、お前。分かってんのか、お前。あ？この野郎。減る減る、すごい減る。これレベル1だよ、ちなみに、この青春って。こんな強いの、これ。俺ね、このね、重武器スロットルが、スロットが頭の上に2つついてるシリーズ、あんま好きじゃないんだよね。おっと、ここでも、エーテルが。おっと、お前何引っかかってんだ、お前。バカ。バカ、お前死ね、この野郎。強い。今、俺のあれだよね。アシストあってこその、エーテルの活躍だったよね。10点差あんのこれ。きっつ。しかも俺、もうこれ死んだらもう、あれじゃん。時期ないじゃん。なんか回ってるね。回ってる。この武器なんだ？回ってるね。回ってるよ。なんか向こうから来たぞ。この間ちょっと遠いから、この青順で当たんない。そして今リスポーンしてきた味方が。お前何してた今まで。あの、麻生太郎の顔で言いたい。何してたんだ今まで。お前、ひょっとしてずっと AFK だったんじゃないのお前。今なんか、あ、試合始まってるみたいな感じで。で、適当に突っ込んで死ぬかみたいな感じのムーブ。そういうムーブはね、俺良くないと思うよ。と、こいつは当たるこれ。あ、引いてんな、相手。この野郎。逃げられると思うな。案外この射程が短いんだよな、この青順は。あ、すごい減る減る。え、なんでこれ竹爆効果あんの？よくわかんないな、この機体。これ、青順はあれだね。自分で使ってみてわかるけど、相手にしたとき、引いたら思うツボだね、この青順の。これクールタイムが意外と短いので、かつ、これガンガンイケイケで攻撃できちゃうから、これはね、見つけたらね、押し込むのが正解だね。
相手にしたとき。おっと、気づいたな、お前。気づいたな。だからもうすぐ350メートルだ。舐めんなよ。舐めんなよ、お前。お前は死ぬ。ドーン、お前は死ぬ。よし。ん？これワンチャン逆転いけね？レベル1のアルティメットオブジェンで。いけないこれ。それにしても、エーテル来たい。おっと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 。なんだ、お前。誰だ、お前は。よし、あ。こんなやつにやられたの？マジで。いや、まあそんなわけで動画の尺もまあこれぐらいが限界なので、まあ、今回はこれまでって感じかな。あ、重いなー、すげえ重いなー。これ実は俺、携帯2種類でやってて、1つはまあバーチャルマシンでやってんだけど、それだとね、32ビットのアンドロイドなんだよ。そっちだと重くないの。かつ画面がずれてないのね。で、これは、64ビットの方でやってんだけど、64ビットの方で動かすとすごく重い。マイナス9。マジで？え、結構殺しただろ、俺。マイナス9。マジか。まあ、そんな感じで、今回は、まあ、パフニッチャーのションベンがすげえ強かったので、最初手でパフニッチャー出してれば、まあ、勝てたかもねっていうね。まあ、先輩間違いなく俺だけど、その前になんか、こいつか？これか？なんかいきなりなんか、出てきたやつ。やつ、こいつだ。いや、まあゲームだから自由だけど、ね。もうちょっと集中してもらいたいなっていうね。そんな感じで締めて終わりかな。じゃあね、バイバイ。